ラリー・ケント・シーツは、アメリカ合衆国バージニア州出身の元プロ野球選手。右ト左だ。息子は、メジャーリーガーのギャビン・シーツ。1978年の MLB ドラフト2巡目で、ボルチモア・オリオールズに指名され契約。しかし、プロでやっていく不安から、最初の3年間はプレーせず、大学で勉強していた。1984年、メジャー初昇格。 1987年には保健体育学の学位を取得したが、これで不安がなくなったのか、チームが低迷する中、打率、316、31本類打の好成績を残す。1990年にはデトロイトタイガースに移籍したが、翌1991年には契約で揉めて、退団し、イタリアのプロリーグでプレーしていた。そうした経緯を経て、 1992年に横浜対応ホエールズに入団し、来日。打率308、26本塁が100打点と主力として大活躍し、打点王とベストナインに輝いた。同年のオールスターゲームにも出場した。最終的にチームは前年同様5位に終わったが、球団の名称が横浜ベスターズとなることが決まっていた次の年も期待されていた。 しかし契約でもつれ、球団はトレードを打診したが、本人は拒否、そのまま帰国した。対談理由は、表向きは、節烈な守備、少ない本類打数とされた。翌1993年には、シアトルマリナーズでプレーしたが、わずか11試合の出場にとどまり、10月1日の対ミネソタツインズ戦を最後に現役を引退した。ありがとうございます。